よいしょ。おお。あ、なんか水が来た来た来た。固まった。せーの。おお。水飴というか。あ、すごい。これもね、放置しとくとさ。入れるといいよね。入れるね。入った。待って待って、ロシね、はい、普通の折り方ではなくて、じゃあ完成がこんな感じで、うん、細かくひだがついた状態に折ります、はい、ひだつきロシですね、はい、でそれをじゃあロートにセットしてしておいて、じゃあ早速ね、はい、ビーカーはただの受け皿ってことでいいんだよね。でそれを加熱して、はい、空気、換気扇、換気扇、はい、いいですよ。では行きます。はい、換気扇します。遮光用です。本当だ、すげえ溶けてる。こっち側も溶かさなくていい、なんかまんべんなくみたいな。あ、すげえ、うよ、チーズケーキみたいになってる。おー、なるほど、すげえ。でも結構溶けてる、あっという間に。おー、すげえ、もう液体じゃん。結構近いね。すげえすげえすげえ。全体が溶けたなって思ったら半分だけジャジャッと。そう、上に行っちゃうの。溶けた感ある？どう？そうですね。もう概ね溶けたと言っていいんじゃない？まあ溶けたね。じゃあいきますね。半分ほど落とさせていただきます。ジャジャッと。はい。やりすぎたかも。身長結晶が見えてきたらひっくり返すんだけど。まだ行きたいって感じですね、うん、やっぱ量が多い分ちょっと前回以上に時間がかかるんじゃないでしょうか。そっか、その前回っていうセリフが入るってことは前は失敗したってことだよね。そうですね、はい、ちょっと量がね、量が少なかったんですね。今回 12g でやらせていただいたんですけど、心臓結晶のとこは結構綺麗に出た感じだったけど、うん、はい、どうだ、固まってきた？いいから表面固まってる感じはしますね、うん、針がね、ピッとこう上に上がる感じ。あ、でも、もう来た、もういい。じゃあもう表面キラキラしてる、はい、じゃあよろしく。そう、あ、開けて、ひっくり返してみて。まるで、まるで、すごい、ひっくり返しそう。せーの、よいしょ。おお。あ、なんかまるで、まだちょっと、あ、ちょっと、あ、いいんじゃないですか。すごい綺麗、あの菊の花みたいな感じになってますね。オレンジ、ここ、なんか菊の花って表現するところだっけ。ごめんなさい、すいません、忘れ、なんだっけ、柑橘系の発作、あ、発作の方がね、なんかリアリティあるよね。そう、すごい、こことかほら、すごいね、本当に結晶が尖って出てる、うん、プロで取れた、どう、大丈夫、本当に針がたくさん立っている感じが、はい、やっぱり量が多いと痛い、じゃそれは、シャーレかなんかで移すってことで、あ、そこも痛い、うん、でも硬い硬い、細い割に結構刺さるというか、あ、でもボロボロ崩れちゃうわ。あ、ちょっと、はい、ま、じゃあそれは一旦ちょっと保管して、めっちゃ熱かったんだけど、ちょっと一旦冷えて固まったようだけども、はい、もう一回溶かして、はい、ある変化が起こるんだったよ ね、うん、そうですね、一旦溶けて普通は、まあ、次の段階かなって思ったところが、はい、一旦溶けるんだけど、はい、溶けてきましたね。あ、今液体、紅茶色、紅茶色、はい、ストレート濁ってる、透明、紅茶色、紅茶色ですね。ってことは透明と言っていいんじゃない。透明ですね、まだ、はい、無理無理言わせてるんだけど、はい、ところがそれで今まで液体っぽい、液体からなったのが、ちょっとなんか硬くなってきた。おお、すごい、もう来た来た来た、固まった、固まってるよね、固まっちゃいました、いらしても動かんへんな、まあ装填員が起こったらしいんですけど、はい、うん、細かいことはまともかく、はい、ね、一旦こういう現象が起こるってことだよね。はい、はい、じゃあもう一回加熱、再加熱、再加熱です。で一旦固まったかに見えるんですけど、はい、加熱を続けると、それが続けると、黒、消毒でいいか、黒いですね、イソジンみたいな色になってます。ちょっと人になる、なんかちょっとさっきよりかはなんか柔らかくなった、なってきたような気がします。でもドロドロってなって注げるようだったら自分の判断でじゃあ注ぎますと。せーの、おお、すげえ、あ、きれいきれい、固まってすごい立ってる、渦を巻いてるような、そうですね、渦を巻いているような形になっていますね、はい、すげえ、
溶けるわけじゃないんだよね。取り出してみようか。固まっちゃった。もう手で取り出したら？いいっすか。どんな感じ？あ、すごいゴムみたい。なんか水飴というか。あ、すごいすごいすごい。ビヨンビヨンと。伸びる伸びる。伸びた。あ、切れちゃった。これがこれが、うん。すごい。さっきの粉とは思えんよ。うん、じゃあさっきの単車用とちょっと比べてみようか。で最初の粉末が、うん、ということで硫黄の塗装体ということで、はい、これもね放置しとくとさこっちに戻ってっちゃうんだよね。お、粉に戻る。これもね、うん、と放置しとくとこっち、まあ、粉にはならないけど、粉にはならないけど、あの一応結晶としては斜方硫黄に、あの結晶の形としては変わっていくと、ね、これが一番安定した形だってことなんですよね、きっとね。なんか最初ほら茶色っぽく濃かったのがもうすでになんかちょっと黄色っぽいというか、ね、こっち寄りの色になってる、はい、すげー、はい。